こんにちは、ギター講師の広島です。今回はエレキギターの歌わせ方としまして、オクターブ奏法を紹介したいと思います。オクターブ奏法というのは、このように、一つの音に対して、例えばこの音、E フラットの音に対して下の E フラットを足すことで迫力のある音が出ます。ですので、ジャズのメロディーなんかを取るときにも、このように、オクターブ奏法でやることが多いです。ファンクなんかでもいろいろ使えますので、ぜひ覚えてみてください。それでは実際にオクターブ奏法をやってみましょう。まずオクターブ奏法の考え方としては、トップのメロディーを考えること。例えばトップがですね、1弦の9フレットだとしたら、下のルート、オクターブ下を足すという考え方でやっていくといいと思います。それでですね、もう形で覚えていけるので、とてもシンプルなんですが、1弦そして2弦がトップに来るメロディーは、例えばですね、今の9フレットに対しては、ここに、こう小指で取ります。そして、1弦の場合でしたら、2弦を飛ばして3弦。3弦の6フレット。9-3 ですね。7だったら、トップに1弦の7フレット。そして2弦を飛ばして3弦。そして 7-3 は4。この公式でやっていくといいと思います。で、これは2弦でも同じことが読めます。2弦の、例えば6フレットにメロディーが来るとします。これを小指で取ります。そしたら次3弦を飛ばして4弦の6-3は3ですね。それでこの形。これが1弦2弦がのと、メロディーが1弦2弦に来る場合です。そして3弦にメロディーが来る場合、例えば3弦の6フレットにメロディーが来る場合は、今度もまず1つ飛ばします。ですので3弦の場合だと4弦を飛ばして5弦を押さえます。そして5弦の今度は 6-2 でやってください。そうすると、この4フレットというポジションが出てきます。これは次のメロディーが4弦に来る場合も同じです。4弦の6フレットにメロディーが来る場合は、そこからまず5弦を飛ばして6弦の6-2などで4フレット。ですので、メロディーを全部6フレットに固定した場合は、4弦にメロディーが来る場合は、4-2で、6-2で4ですね。そして5弦も同じく。6-2で4。そして、2弦と1弦の場合は、6-3で3。そして1弦も同じように、6-3は3。なので、このような形になります。それでは、実際に、オクターブ奏法を使って、た楽曲を紹介したいと思います。エリック・ジョンソンというギタリストがいまして、そのギタリストにの楽曲にマンハッタンという楽曲があります。それはこれにた、
最初にオクターブ奏法を使う楽曲になってるんですが、実際メロディーが、これが1音でやるパターンなんですが、これだとちょっと厚みがないですよね。それにオクターブを足すことになります。今回の場ですと、11フレットから、1弦の11フレットから9フレットに行くので、さっきの公式を当てはめて、11の場合から、まず2弦を飛ばして3弦の11-3。すると、8ですね。それでそのまま2フレットずらして、2弦の場合も同じ。9フレットの場合だと、2弦の9フレットなので、3弦を飛ばして4弦の9-3なので、6ですね。そしてまた2フレットずらす。で次のメロディーですが、3弦に来てますね。3弦の場合だと、今回は3弦の8フレットになりますので、4弦を飛ばして5弦。そして、8-2なので6。そして次に、また2弦にメロディーが来ますので、2弦の7フレットの場合は7なので、3弦を飛ばして4弦の7-3なので4。すると、最後は、このようになります。流れ的には、というフレーズになります。オクターブ奏法はいろんなところで使えますので、もうメロディーを単音で弾けるようになりましたら、すべてこのオクターブで、弾く癖をつけていくと、どんどんオクターブ奏法の感覚が体に入りますので、ぜひ皆さんオクターブ奏法を覚えてみてください。それでは失礼します。